もしもし、今回お電話担当させていただきます藤吉と申します。どういったご用件でしょうか？私、岩井観光の岩井と申しますが、はい、澤部部長はいらっしゃいますか？あ、澤部部長でしょうか？はい、いらっしゃいます。ちょっと代わっていただけますか？はい、少々お待ちください。保留にさせていただきますので少々お待ちください。すいません。はい、少しお時間いいでしょうか？いいけど、何？今お電話かけていただいたお客様が、めちゃめちゃ待たせてんな。澤部部長とお話ししたいということだったんですけれども。相手誰？誰？お名前聞くの忘れてしまいました。申し訳ありません。それは確認しないと。そうですよね、申し訳ありません。言ってなかったか？もしもし、お客様。はい。澤部部長から、部長からって言っちゃった。じゃあ出なさい、ちゃんと早く。すいません。首だぞ。澤部部長からどういったご用件か、どういったお名前かを聞かれて言われてしまったので。被害者ずら、被害者ずらすんじゃないよ。お名前だ、名前だけ、名前だけお聞きしてもよろしいでしょうか？はい、岩井です。あ、言ってそうね、岩井観光の岩井さんですよね。言ってましたよね。はい。あ、岩井様ですね。すいません、何度もお聞きしてしまって。もう一度保留にさせていただきます。全然変わってくれないって。さて、さ、何、岩井様でした。あ、岩井さんか。どうなされますか？めんどくせえな、あの人。お客様にそういうことは言わない方が。お客様っていうか、お客様っていうか、もう取引の仕事相手だから別に。仕事相手でも取引していただいてるので、そういったお口はちょっと。めちゃくちゃ待たすな。いいよ、そのあの人苦手だから、そう、いないって言っといて。お仕事中でございましたか？今やってるよ、私の仕事。申し訳ありません。ああ、じゃあそのように、うん、あと電話番号も聞いといて。はい、電話番号も聞いといて。はい、うん、もしもし、お待たせいたしました。澤部部長がちょっとお仕事で手が離せないようで。それはまずい。それはまずい。いるんだもんね、だって。あ、もし、あ、それは私のことでした。澤部部長はランチに出かけてしまいました。仕事宣言出てるでいいじゃん。なんでランチなんだ。お気楽部長みたいに聞こえるだろ。それで手が離せなくて、ちょっと今は難しいとのことなので、電話番号だけお聞きしてもよろしいでしょうか？わかりました。番号は 090-000-…××になります。それではお待ちしています。はい、わかりました。了解いたしました。失礼します。お切りします。